さん今回、強運にしましょうか。まあ確かにね、運ってあると思います。でもその運を感じれるか感じれないかだと思うんですよ。まあ受信力。運を受信できるのか受信できないとか。だって、そうじゃないですか。日本に生まれてきてる時点で、運を感じれるか感じれないかって、受信できるか受信できないって人それぞれじゃないですか。でも運はあると思うんですよ。どうですかね、北朝鮮に生まれて運はあります 今、そのロシアはまだ戦争してるか、あのウクライナやってるかわかんないですけど、あそこに生まれたら、運あります今。多分、日本のこの平和に生まれてる時点で、僕は運はあると思うんですよ。でも、それを受信できるかできないかって人それぞれですよね。この日本っていうチャンスだらけの国に生まれてるけども、不平不満言う人もいるわけじゃないですか。だから多に、多分、多分、運はみんなあると思うんですよ、日本は。 日本に生まれてきた人って、まあ、ある一定の運どこと比較するかによってねだかか例えばカンボジアの,その恵まれないその子供家系に生まれたらなんかよくねなんかまあ画像を調べればすごいことになってると思いますけどもうんじゃあそこと比較して自分はどうなのかって考えると、まあ、確かに親がいなくて施設に入ってっていう部分はほ、まあ、だから日本の中で比較するとそれはまあ最悪かもしれないですよね親がに捨てられて施設に入ってと。 でもまあ物の見方捉え方を変えるとそ,のそ,そこと比べるとまあ屋根もあってね水も飲めて飯も一応食えるみたいなって話じゃないですかだからこれはもう本当に強運っていうのはその人のやっぱ感じ方受信の仕方なんじゃないかなと思うんですよね運があるないっていうのはあるんだけどもそれを感じれる受信できるかどうかっていう多分話だと思います まあ、そもそももっと遡るとそもそも精子と卵子が受精して生まれてきたっていうここが強運じゃないですか何何億精子ですよねそれのなんか一つがこう受精するわけですから、まあ、これもなんか、うん、なんだ確率論で言うとかなりのすごい確率だと思うんですよねうんはい強運は誰にでもあるそれを受信できるかどうかいってらっしゃい